シュートだ、ゴールだ、ハットトリックだ、ユンカー、ここはマダリの勝因からユンカーが縦に持っていく、ここはツロンダついていく、切り返すユンカー、ユンカー切り返してグラウンド、面白いボール、ただ届きませんでした、入っていったシャルク、シャルクからユンカーだ、ユンカー、ユンカー、ユンカーからシャルク一つ持ち出してシュートディフレクトして、ここは岩波、そして裏のスペースへこうユンカー走らせる、ユンカー行く、ユンカー持ち出してシュートだ、来た、後半立ち上がり早々1点を返します、浦和レッズです。まあどうなのかなっていうのは、まあ、きっとユンカー自身も感じていると思いますから、まあ、ただこの抜け出しの、まあ、体の作り方っていうのは、まあ、ユンカーらしさはありましたから、まあ、こうやって無理な形入れてしまうと、はい、まあ、カウンターを受ける一つのきっかけにもなりますから、かわしたシャルク、シャルクからユンカーへ、ユンカー抜け出してユンカー持っていってシュート、ナイスキーパー、フラッグ上がっています、オフサイドディレイで上げていませんでしたけれども、ユンカーの位置がオフサイド、さあそして小泉から一度岩波に下げてもらいに行った岩尾、岩尾から縦へのボール、松尾、そして流れてユンカーだ、ユンカー落ち着いて決めた、まあ、ここでしっかりコントロールして、まあ、2タッチ目ではしっかりこう、まあ、ゴールの位置、そしてゴールキーパーの位置見ながら、まあ、しっかりコースをついて流し込みましたから、サポーターの手拍子、ここ抜けた、大久保抜ける、大久保まだ行く、大久保行ってシュートだ、ロールだ、ハットトリックだ、ユンカー 0-3 する位置まで持ち運びましたから、まあ、あとは最後フィニッシュだと思いますけど、そのコースに対してユンカーがしかもコースを変えましたから、まあ、取るべき人が取ったっていうところでも、まあ、この同点ゴールというのは非常に価値ありますよね。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications